おー、誰だこの角君のやつは。さあ、おい、おい、マシモ健吾選手よ。おい、相変わらず凶暴すぎるだろ、おい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 、今体重何キロ？今92キロぐらい。92？うわ、80キロぐらいなんだよ。多分足したら圧倒的にこっちが軽いんだよなあ。おい、ちゃんとさ、あ、体重をさ、なあ、同じぐらいしてほしいよな。なあ、おい、明らかにあっちの方が大きい、重いだろ、おい。おい、むちゃくちゃカード組んできたな、おい。おい、でも元気さだったら、元気さだったら、俺たちの方が間違いなく勝ってる。そうだな、はい、そうですね。おい、そう、はい、おい、じゃあその元気になるとこでよ、おい、行ってやれよ、おい。オッケー、負けたけど元気に行くぞ、おい。はい、とりあえず新垣さん、現役生活お疲れ様でした。そして新垣さん、俺らあなたの唯一の後輩である俺らの活躍から今後も目を離さないでください。本当にお世話になりました。ありがとうございました。できた後輩だよ、あんた。結果に見返すぞ、おい。これから結果出しちゃうからな、クソ。よしよしよし、まず第一、しっかりと勝ちましたね。よし、よし、勝ったことはいいとして、さあ、じゃあこの後引退される後輩に何かありますか。引退される後輩に、いや、まあね、直前でまた怪我したらしいんで、あ、そうですね、ぜひリングを降りてくれることを祈って、あ、セコンドで見守りますか。よし、見守りましょう。セコンドで見守るんですね。はい、やっぱりやめようかな。言っといて、まあでもそういうことだ、進撃にな。この後メインイベントをしっかりと、もう怪我のないよう、しっかりと自分の中でやりきってリングを降りてください。よし、勝ったから満足だ。よし、ありがとうございました。くそ、進撃も最後頑張ったんだけどな。大丈夫か。それを出したから私に当たったじゃないですか。知らない、俺見てないよ。俺はそんなの。当たりましたよ。俺はもうここで固められてたから、俺はもう何もできないんだよ。もう綺麗にここにお尻入ったんですから。なんか感触はあったけど分からない。ドラマ、くそ、あの野郎。新垣、ご苦労さん。神風継承してくれてありがとうな。くそ、新垣。カード組んだの新垣か知らないけど、こんな目にあったじゃないか。くそー、ショーンキャプチャー。ありがとう、キャプチャー。新垣、ありがとう、ありがとう。バケツの、はい、バケツの仲間が増えましたよ。はい、バケツの新メンバー、はい、関口かける、はい、今日は、はい、どうでした。同じで新垣とちょっと、はい、似たコスチュームだけども、はい、うん、すごい。デビュー当初から自分は新垣に似てると言われて、はいはいはい、でもこうした今日引退興行というふうに呼んでいただけて本当に嬉しく思います。そしてこうバケツという新しいなんか道も増えたのでとても嬉しく思います、ね、今日は、はい、新垣の分派で揃って、はいはい、バケツ堂に突き進みましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。リナちゃんの、ね、引退の日に、はい、朝日なんか出してたじゃん、あれ、シビトロックで、あの技を新垣さんからいただいたので。いただいたの？いただきました。私何ももらってない。いいの？はい、これから大切に技、使わせていただこうと思ってます。そうだね、それでいつかギブアップを、はい、はい、取りましょう。取ります。はい、リナちゃんお疲れ様。ありがとうございました。ありがとう。私にもなんかちょうだい技。はい、リナちゃんの引退興行という素敵な舞台で私たち提供で試合をさせていただけて本当に嬉しく思います。リナちゃんとピースパでね、頑張ってきた仲間なので、こう笑顔で送り出せることが本当に嬉しいです。戸田さん泣いてる。もうちょっと待って。新垣里奈選手はデビューした時からピースパーティーに参戦してくれて、いっぱい試合もしていっぱい抱っこも組んで思い出いっぱいなので、今
こうやって引退興行に呼んでいただけて試合ができて嬉しかったです。これからの人生まだまだ続くけど元気で頑張ってほしいです。今までありがとう。新規リナー。今日もなんか完璧な仕事やったな。お前らは、まだまだ何も理解してないみたい。もちろん滝沢大志、お前も何も分かってない。そういうことだ。12月26日このベルトをかけて戦った時、私たちはさらに強くなる。そしてまだまだそれも過程だということを忘れるな。以上だ。言うぞ、なんかお前はやつや。なよっしゃ、ああ勝ったぞ勝ったぞ。ああでもそれよりももっともっと大切なことがあって、今日は新垣あいつの引退試合や。ああもう俺は新垣俺にとって本当に直の後輩みたいなもんで、ああすごい思い入れのある後輩で、あいつのフィニッシャーだったり、いろんな技だったり体力だったりいろいろ教えてきた面もあったから、すごい、この日を迎えてちょっと寂しいような感じはしてます。でも俺たちがこうやってバトンをお前らに託したんやから、メインに託したんやから、買ってくれると俺は願ってます。以上です。よし、最後トマト行っちゃおうか。おい俺か、行っちゃおうかじゃ。よし、まあさ、楽器がさ、なんだろう、遅先で入ってきて、でまあセンスもさ全然なかったよ、でもさセンスなのにあいつはめちゃめちゃ頑張って、笹村の方がセンスがあってすごい比較されてたよ。でもここまで来たんだよ。おい、あいつにとってよかったんじゃないかな。別に長くやればいいってことじゃないからさ、楽器は短くやってそこに集結させた。楽器らしいじゃん。最後はさ、これから楽器の引退試合始まるから、俺らも見て盛り上げようぜ。みんなで応援行こうか。行くぞ。よっしゃー。今日新垣リーナの引退試合があるということで、今度私山口県に朝までいたのにですね、わざわざこれを見るために、いや違った、この T シャツを買うために来たら、たまたまね引退試合やってたんでちょっと見てたんですけど、まあねちょっとね入場がまずね引退試合っぽくなかった。そこでちょっと私行こうかなと思ったんですけど、みんなにちょっと止められてしまって、で挙句の果てにはですね、試合に負けてしまうというね、本当に私たちがやった演技は何だったんだという結果になったのでですね、はい、これからまだ事務所でね働くということで、社員として、はい、もうこう長い時間をかけてですね、ビビり倒し、はい、呪いだ。ニューオイスターの呪いだ。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。無事、新垣リナを送り出すことができました。そうですね、もう4年ぐらいの付き合いになるんですけど、2人で同じ日に入門して、デビュー日は違いますけど、そうですね、まあいろいろ語ったらキリはないので、いつかどこかの機会でいろいろお話ができたらなと思いますけど、今日は2人とも怪我なく自分の足でリングを降りれたのでよかったなと思っています。 2W 女子一人しかいなくなってしまいますが、対男子、男子に勝てるように自分はこの団体にいるので、これからも上を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。無事11月23日新垣リナの引退興行終わりました。はい、正直な感想としては、その3日前に膝を怪我してしまって、正直乗り切れるかなと思ったんですけども、まあ、乗り切れてホッとしているのが一番です。はい、自分の最大を今日笹村にぶつけられたと思ってて、その中でもやっぱ
負けてしまって悔しい思いはあるんですけども、まあ、正直終わってすがすがしい気分ではあります。はい、今まで新垣里奈を応援してくださってありがとうございました。12月からは JW の社員として JW スクエアにおりますので、また新垣里奈に会いたくなったら JW スクエアにお越しください。ありがとうございます。